アメリカ合衆国カリフォルニア州コンプトン出身のバスケットボール選手。NBA のデトロイトピストンズなどで活躍した。身長206センチメートル、体重98キログラム。ポジションはスモールフォワード。左利き。ケンタッキー大学のバスケットボールチーム、ケンタッキーワイルドキャッツの主力として活躍。1試合平均13.1得点、5.6。 リバウンドを記録し、毎年 NCWA トーナメントに出場。また、2000から2001シーズンのフリースロー成功率84.3%は、その年の SEC リーダーであった。2000から2001シーズンには、SEC プレイヤーを獲得。そしてその年と2001から2002シーズンに、AP 通信が選ぶオール SEC チームにも、選ばれた。 SEC トーナメントでは1999年と2001年に優勝し、2001年にはトーナメント MVP を受賞。2002年の NBA ドラフトでデトロイトピストンズから1巡目23位で指名され入団。ルーキーシーズンは主にベンチからの出場であった。しかしその年のプレイオフ1勝3敗で迎えたオーランドマジック戦で先発起用され、 トレイシー・マグレディとのマッチアップを任された。セカンドラウンドのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦2試合目には、試合終了間際のターンアラウンドフックシュートを決めるなど、素晴らしいプレーを披露した。2003から04シーズン、プリンスは先発に定着。スタッツも徐々に上昇。そしてチームは NBA ファイナルに進出。相手は強敵ロサンゼルスレイカーズであったが、 プリンスはコービー・ブライアントをうまく封じ込め、2年目にして NBA 制覇を成し遂げた。翌2004から05シーズンは82試合すべてに出場。オールディフェンシブセカンドチームに選出され、ミップの候補にも挙げられた。チームは2年連続のファイナル進出を果たしたが、サンアントニオ・スパーズと対戦で3勝4敗で連覇を逃した。2005年10月31日。 5年間4800万ドルの契約延長を果たした。2011年 FA となったがピストンズと4年間の契約を結んだ。2013年トロントラプターズ、メンフィスグリズリーズの3チーム間のトレードでグリズリーズに移籍した。2015年1月12日ニューオーリンズペリカンズ、ボストンセルティックスによる3チーム間のトレードでセルティックスに移籍した。 1>, 1月19日、クリッパーズ戦に約19分出場した。その後、2月19日の複数チームによる大型トレードでデトロイトピストンズに復帰した。2015年8月、ミネソタティンバーウルブズとベテランミニマムで1年契約を結んだ。2016から17シーズンを無所属で終えた、プリンスは2017年8月15日、選手生活に区切りをつけ、 メンフィスグリーズリーズのアシスタント GM に就任した。2004年、インディアナ・ペイサーズ戦とのカンファレンスファイナルの2試合目、試合終了間際にペイサーズのレジー・ミラーがスティールした。プリンスは追いかけたがミラーは追いつけるような距離ではないと判断し、そのままコート右側を全速力でドリブルしてレイアップを試みた。その瞬間、ゴールの反対側からプリンスが現れそのボールを、 ブロックした。引かれたボールはリチャード・ハミルトンによって拾い上げられ、事実上試合は終了した。その年ピストンズは NBA チャンピオンとなり、このブロックは ESPN や他のスポーツ番組で何度も放送された。非常に長い腕を有効に活かし、タフなディフェンスで相手のスコアラーを抑える S ストッパー。長身に加え彼のウィングスパンの広さは、 オフェンス面でもミスマッチを引き起こし、さらに左利きであるため、相手ディフェンダーにとっては、非常に守りづらい存在である。また外角からのシュートも正確。スモールフォワードとシューティングガードはもちろん、ポイントガードとパワーフォワードもこなす非常に器用な選手で、デビュー以来、在籍しているピストンズでは6シーズン連続で、カンファレンス決勝まで駒を進めており、若くして、豊富な経験と、 勝負強さも備えている。また特別に、ブロックの数が多いわけではないが、2004年のプレーオフ、ペーサーズ戦のザ、ザブロックや2008年のプレーオフ、準決勝オーランドマジック戦の、第5戦での残り19秒で87から 84? と非常にきっ抗した場面で、あわよくば、カウントをもらい、追いつこうというヘドターコルーのダンクを完璧に、ブロックして、 カンファレンスファイナル進出を決めたりと、大事な試合の大事な場面で勝負を決めるブロックをよく、決める。ありがとうございます。